皆さんこんにちは。今日はこちらの新型のステップワゴンのエアガソリン 4WD のモデルになります。こちらの方の試乗インプレッションを今日はいたします。今日のこちらのご紹介するインプレッションの観点は、まず車の動力性能、それから車のハンドリング、乗り心地、静粛性、それから燃費、この辺についてを主にご紹介していきたいと思います。で、先日エアーの FF のガソリン試乗してますので、FF 車との違いを主にご紹介できたらとも思います。まずこの車を私乗るときにチェックしたんですけれども、足回りダンパーがまた形式が異なります。で、このダンパーも 3T1 というダンパーで、 3T2 というのが EHEV で、 3T0 というのがガソリンだったと思うんですけれども、それがこれ 3T1 になっておりまして、 4WD はまたガソリンとも EHEV ともダンパーが異なっているようになっております。なので乗り心地がだいぶ変わる可能性というのがあって、かつこちら最低時乗高も高くなってますし、車高自体も全長で15ミリ高くなってますので、結構せったかな車になっていると。もちろん 4WD なので違いがあります。で、もう一つはこれ後ろがトーションビームじゃなくてとデュオン式という少し形式が違うサスペンションがついています。で、かつ後ろもデフがついてますので、少し異なった駆動方式の車でありますし、かつ車重もガソリンに対して80キロ重くなってます。1790なので、ハイブリッドよりは軽いんですけれども、ガソリンの肉よりも80キロ重くなっている車であるということで、そこが少し異なるところになっていますので、走りにおいて、どの辺に変化点があるのかっていうのも注目してお聞きいただければなと思います。で、まずこちらのエンジンに関してなんですけれども、先日紹介しきれなかった部分でご紹介をすると、L15C ということなんですけれども、出力トルク、それから燃費ともに従来と変わっていないということはお話をしています。で、こちらは四駆のモデルになっておりますので、少し車の燃費が異なっています。で、燃費性能が JC08 で 15.4 だったのが、これは 14.5 だったかと思うんですけれども、燃費性能はやっぱり 4WD ですので、当然駆動ロス、その辺があります。駆動の出力の損失っていうのがありますので、燃費性能としては少し悪くなっているというのがあります。ですけれども、エンジン自体は基本的には同じエンジンが FF と同じものが乗っかっているものになっています。で、紹介しきれなかったところとしては、タービン自体がシビックと同じタービンが今回積まれたということで、駅周りの形状も42形状に変わったということになっているようで、効率がかなり上がった、やっぱりレスポンスがかなり良くなったっていうのを前回の動画でも少しご紹介したんですけれど、やっぱりそこって気のせいじゃなくて、ミッションのね、制御ももちろん変わったっていうのはちょっと聞いていたんですけれども、エンジン自体のやっぱレスポンスで、ターボチャージャーも変わってて、ターボチャージャー自体もシビックのターボチャージャーを使っているということで、で、やっぱりピックアップのいいターボチャージャーに変わっているということで、インペラの形状も変わっていたりとか、ターボ側のね
あの排気の形状も少し変わっていたりとかっていうことがあるようなので、レスポンスもかなり上がっているということのようです。まあ、レスポンスがこう上がってて応答性が良くなっているということなので、やっぱタイの癖っていう意味をやっぱり考慮しないといけないというところもあって、圧縮比をちょっとこうコンマ3ぐらい落としたっていうのは、もしかしたら背景としてはあるのかもしれないのかなというところが、まあ、垣間見れるところではあるんですけれども、まあ、出力は変わらないけれども、応答性が上がったというのが、まあ、今回の L15C ということになります。で、実は昨日私ノアボクシーガソリン車 SG ちょっと乗せていただいたんですけれども、やっぱり言えることはこちら、ガソリン車でって言うんだったらノアボクシーよりもステッパー法の方が全然いいです。正直エンジンの音もすごく静かですし、このエンジンから入ってくる振動成分、放射音自体も少ないです。正直言って全然少ないで、かつ今これ軽負荷で走らせてるんですけれども、軽負荷じゃなくてとにかく高負荷で走らせる時に関しても全然違います。ちょっと携帯落としちゃったので、高負荷で走らせた時っていうのも全然エンジン違います。正直言ってですごく昨日思ったのが、やっぱり M20A のダイナミックホースエンジン、やっぱダイナミックなエンジンだなっていう、まあいい意味でね、ダイナミックっていう、まあ、言い方、悪い意味でのダイナミックって言い方もできると思うんですけども、やっぱりね、エンジンのうなり音がものすごいですよ。エンジンがとにかく必死になってグーッと回ってるような感じ、まあ、正直、まあ、それによってものすごい振動を伴うっていうところですね。そこがやっぱりすごくあるなっていうのを、まあ、正直感じたところになります。で、それなんでそんなことが起きるかと言いますと、一つはやっぱりトルクが足りない、トルクバンドが狭いっていうことです。トルクバンド狭いからエンジン回転数上げていかないとトルクが立ち上がっていかないので、当然加速しにくくなるから、ミッションが変速、もうミッション自体が落ちて、で加速し始めてっていうことで、結構こうギクシャクするっていうのがあります。正直加速するときに。でもこっちのステップワゴンのこのエンジンに関してはそういうことが一切ないということになります。どういうことかと言いますと、これトルク自体のトルクバンドがすごく広くなってる、1600から5000回転だったと思うんですけど、トルクバンドが非常にワイドで、それにダウンサイジングターボエンジンになってるので、まあ、全域トルクフルということです。なので特にミッションの制御に頼らなくてもエンジン自体の制御だけでも十分に動力性能としては、まあ、足りているエンジンと、まあ、いうこともあって、エンジン回転自体も上げなくて済むから音もすごく静かで済むということもあります。なのでトルクフルで音もすごく静かだし、かつトルクバンドも非常に広いので、どこからでもこう加速していける瞬発力のあるエンジンであるということなので、まあ、そういった意味からも考えると、もうこっちのガソリンで言うんだったらこのステッパーゴンのガソリン仕様の方が、ノアボクシーのガソリンよりもステッパーゴンのガソリンの方がエンジンとしては全然いいかなって思いました。まあ、そのぐらいね、すごい動力性能としてもいいし、静粛性としてもいいし、まあもちろん経済性としてはね、今回、燃費、前回燃費がね、8.0 だったと思うんですけど、結構ちょっと悪かったっていうのがあったんで、結構雨が降ってて豪雨だったりとかっていうのもしてたんですけれども、乗り出しから平均燃費測ったんですけど、8.0 ということだったんで、まあ、今回もう一回測り直してどうなのかっていうので検証してるんですけど、今現状で言うと、こう街中で平均燃費が 9.1 なので、もうすでに前回超えてます。で、なおかつこれ 4WD なので、4駆の方が燃費が悪いはずなんですけれども、まあ、燃費性能としては今 9.1 ということになっています。はい、で次に今度は乗り心地、ね、乗り心地もちょっと前回のガソリンもう一回乗り直そうかなって思ったりもしてるんですけど、乗り心地も思うほかにすごくこれいいです。でダンパー自体がガソリンの肉のガソリンのダンパーと形式が違うので、
まあ、ダンパーセッティングももちろん違うんで、まあ、乗り心地も違うっていうのはまあ当たり前なのかもしれないんですけれども、あのこちらステップワゴン全般的にダンパーのレート低レート化されています。 EGV は低レート化してるっていうことで、あのモーターファンの別冊のモーターファンでは書いてあったんですけど、おそらくこれガソリンも低レート化されてるんじゃないかなっていう気がします。まあ、そのぐらいすごくしなやかな乗り味になっているっていうのは、やっぱすごくこれガソリン、これ 4WD のガソリンなんですけど、すごくしなやかです。重いのほかもっとこう硬いのかなって、あの乗る前思ったんですけれども、全然そんなことなくて、すごく重いのほかしなやかな乗り心地になっている。で、FF のエアの FF のガソリンのとのその違いでっていうと、まあ、ダンパーの形式があの違うっていう話をしました。 3T0 から 3T1 になってるっていうことと、でもう一つはタイヤが違います。タイヤがこれ EHEV と同じタイヤのトランザ入ってるんですね。で、まあ、その辺は僕あの思うんですけど、ダンログッドイヤーのエフィシエントだったかな、ちょっと名前はすいません、名前はちょっとうろ覚えなんですけど、 RP5 で履いているハイブリッドと同じタイヤをね履いていたんです、ガソリンのエアーの FF って。なので、まあ、トランザもこのグッドイヤーも基本的には変わんないと思います。これ今日私今本庄に来て、これ本庄で試乗してるんですけれども、高速で来たんですけど、音は結構車自体のタイヤのロードノイズ自体も全然悪くないし、走行性能もしっとりしてるし、 RP5 を改めて少し長距離乗ってきたんですけど、いい車だなって思ったんですけど、まあ、タイヤのそのしっとり感とか静粛性とかその硬さみたいなもの、まあ、そういったものはまあトランザとそんなに変わらないのかなって気がします。なので基本的にこれダンパーの違いが結構大きいのと、で後ろがサスの形式っていうのが少し違ってます。デフキャリア乗ってますんで、リアのサスペンション形式が異なっていると、まあ、いうことになりますんで、まあ、それによる影響っていうのも、まあ、もしかするとあるかもしれないですし、あとは車高が上がってますので、15ミリぐらい確か車高が上がってたと思うので、最低地上高は5ミリしか変わらないんですけども、あのダンパーの、仮面の部分の位置って変わらないんですよ。だけども、おそらくそのストローク幅が結構違っていて、でさらにこれストロークがガソリンよりも、まあ、車高が高くなってますんで、まあ、伸びてるっていうのももちろんあると思います。まあ、そういったことからも結構しなやかさっていう有効ストロークっていうのが、まあ、よりガソリンよりも稼げてるっていうところもあると思うんで、まあ、その辺が寄与して乗り味としてもかなりしなやかになっているんではないかなっていうのを少しね感じるところではあります、うん、だからこう今初一発こう乗って一発目の印象としては、今までのなんかこうガソリン車 FF のガソリン車どうだったのかなっていう、もう全然違う車っていうことで僕お伝えしたんですけれども、すごく良くなっています。ただしなんですけれども、もちろんガソリン車もすごくいいなっていうのは感じましたけど、ただしやっぱり EHEV みたいに EHEV のプレミアムラインだとかスパーダみたいに、スポーツサルーンのような走りをする車かというと、それはちょっとね違いますね、イメージとしては。うん、スポーツサルーンの走りにはなってない、まあ、そこまでの上質感っていうのは出てない、まあ、今までのそのホンダ車のこう延長線でやっぱ車が新しくなってセッティングが変わってあの少し良くなったのかなっていうぐらいのレベルですね、うん、だからすごく走りの変貌ぶりを感じる EHEV、RP5 から RP8 に変わった走りの変貌ぶりをすごく僕は感じるんですけれども、そこまでの変貌ぶりではないです。だからこれはおそらく僕思うんですけど、まあ、最終的な話はまた後ほどするんですけど、おそらくこれは RP5 と特に車音性能とかも含めて、かつ足回りの変更点も含めて RP5 とそんなに大きく変えていないんじゃないかなと思います。 EHEV は結構いろんなところが変わってるっていうのを前回の動画でもお話ししたんですけど、こちらのガソリンに関しては基本的に細かいところも含めて RP5 とそんなに変わってないのかなっていう気がする、うん、
そんな気が僕の中ではします。だから乗ってる感じとしてはもうなんか RP5 に乗ってるっていう感じがすごく僕の中ではしていて、以前の RP さんのガソリンと比べたらじゃあどうなのっていうと、ガソリンよりもすごくしっとりしたなっていう感じが正直あるところではあります、僕の中では。ガソリン車ってもうちょっとこうソリッドな走りっていうか、もうちょっとこうスポーティーでソリッドな軽快な走りをするっていうイメージが僕の中ではあったんですけど、まあこれ四駆っていうこともあるし80キロ重くなってるっていうところもあるので、まあそういったところももちろんあって少しこうどっしりしてる感じっていうのはあるかもしれないんですけれども、すごくなんか RP5 の走りになんか近づいたなっていうのをすごくね僕の中では感じます。なので走りの感触としてはすごくガソリンもいいなって思います。正直従来のホンダ車の少しこう進化版みたいな、そういった走りをしてくれる。で今ちょうどまた燃費が伸びまして 10.1 まで燃費性能としては上がっております。すごくこれはねいいかもしれないですね。で次に今度は遮音性、遮音性っていうところも、まあ、今、連日した通りなんですけれどもすごくいいと思います。 RP5 から乗り換えるんだったら全然不足はないと思いますし、でこれも乗る前に一度確認はしたんですけれども、後ろのタイヤのホイールアーチの吸音材はやはり FF と同様、 FF 車と同様で、排除されていますし、3列目のシートが入るフロアのところになります、バスタブの部分なんですけども、あそこの部分もあのフェルト材やっぱり RP5 と同じものになっていて、やっぱ薄肉というか、まあ、薄くなってます。やっぱペラペラになってる。でもその代わりバスタブのフロアの側面のところなんですけど、あそこ吸音材が今回あの貼られるようになったわけなんですけど、それは施工されています。なので部分的にやっぱり施工しているところはやっぱり施工していて、少しあの音信として静かにしているっていうのはあるかなっていうのは あります。まあ、見る感じで言うとやっぱり少し以前のガソリン車よりも、より静粛感っていうのを上げているところというのはあると。ただ EHEV と同じにはしていないという形にはなっています。なのですごく乗り味としては、まあ、しっとりしていて、まあ、今ちょうど一般道の下道、これ本庄なのでね結構もう、まあ、市街地、まあ、郊外っていうところですけど、もうそろそろこれ今本庄サーキットのちょっと近くのところなので、今度またワインディングでもちょっとインプレッションしてみようと思うんですけれども、非常に車がすごく快適で、音も全然静かですし気にならない。で四駆だとやっぱこういった道をね走るケースがすごく多いと思うし、寒冷地だとやっぱり北海道とかでやっぱ四駆買われる方もすごく多いと思いますので、うん、そういったシチュエーションで使うという意味においてはいいんじゃないかなと思います。ただ別動画でまた今度上げるんですけど、別動画で、トヨタの、非常時給電システムっていうのがあって、ハイブリッドでも RP5 の時は AC100V の 1500W 電源っていうのがついていたんですけど、ガソリン車になると、まあ、それがついてないというのがあります。なので、まあ、ガソリン車だったらやっぱりポータブル電源をつけてあげるっていうのはやっぱ必要かなっていう気はする。やっぱ非常時になった時とかやっぱ寒い時とかですと、どうしてもヒーター関係ってやっぱついてないときついところがやっぱりあったりするんで、でこれガソリンになっちゃうとここヒーターシートヒーターとかもないし、でもちろんステアリングヒーターもないんですけれども、エアコンしかついてないんですよね。でガソリンがなくなっちゃうともうエアコン使えなくなっちゃうし、当然暖気していないとエアコン使えないし冷えてきちゃいますんで、そうするとやっぱりねハイブリッドの方がいいってことになるんですよね。特に寒冷地とかになってくると、寒冷地とかだってハイブリッドだったら特にパワーモード入れてても、まあ、ガソリンがずっとねエンジンが暖気しまくってる状態ではないんで、ある程度リチウムイオンのその電力も使ってヒーター関係というのを稼働させているわけなので、まあ、あんまりそのガソリンの残量というのをそんなに気にしなくても済むんですけども、ガソリンに関してはもうずっとアイドリングしとかなきゃいけないっていうのがやっぱりありますんで、まあ、そういったところを考えるとね、これ寒冷地にはいいかもしれないけども、ちょっとこう寒冷地に合う装備がついてないっていうところはちょっと気になるところかなと。まあ、そこはもうポータブル電源で
補うっていうことがいいのかなっていう気はちょっと僕の中ではしていたりします。はい、であとはまあ燃費、最後まあ燃費ということで、まあ、燃費今ここまで来たんですけども、だいたい 10.1 です。結構まあ、下道割と渋滞も少しこうあるような感じの道だったんですけれども、まあそれでもアイドルストップを兼ねて走らせると、まあ 10.1 ということで、そんなに燃費性能としても悪くないのかなっていう結構好印象な印象を受けました。はい。ってことで今回はこちらの新型ステッパーゴンのエアのガソリンの 4WD、 こちらの方の一般道での走りのインプレッションということで、まず初一発の印象について、ガソリンの印象について今回お伝えをいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております。また最近では車のガジェット系のインプレッションも行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。